昭葉樹林、昭葉樹林、昭葉樹林、ローレルフォレストとは森林の群系の一種で温帯に成立する常緑紅葉樹林の一つの型を指す。構成樹種に葉の表面の照りが強い樹木が多いのでその名がある。展示で新緑色をしたカクテルの一種にもその名が使われているグリーンティーリキュールを参照。赤道付近の熱帯のタウ地帯では 常緑紅葉樹林が成立し、熱帯雨林と呼ばれる。一方、これよりも、緯度の高い温帯では、冬季の寒さが厳しい地域では、樹木は冬を落葉によってしのぐが、寒さがそれほど厳しくない。最寒月平均気温が、摂氏5度以上地域では葉を落とさず、そのまま次の年も使うことになるので、常緑紅葉樹林が成立する。しかしながら、葉を冬も維持し続けるために、 寒さに対する対策として、熱帯タウリンのものより、葉が小さく、厚くなる傾向がある。このような温帯常緑紅葉樹林には二つのタイプがあり、一つは、地中海地方に見られる、紅葉樹林である。夏季に、雨が少ないため、葉を固くして、それに対応した樹木、紅葉樹として、典型的な有用樹種とてコルク菓子オリーブイナゴ豆、 紅葉樹林地域に分布し落葉する樹種として、アーモンドピスタチオザクロイチジクなどからなる森林である。現在、自然植生としてはほとんど残っていない。温帯常緑紅葉樹林のもう一方が、小葉樹林である。下記にタウの断温帯に成立し、葉は紅葉樹より大きく、表面の口蔵が発達して光って見えることから、その名がある。元来は、 中国南西部から日本列島にかけて広く分布して、おおむねホッサマグナイ星の西日本の山地帯以下、関東地方南部の低地、低山帯、北陸地方、東日本の低地、東北地方の海岸部、特に日本海側は本来この種の森林に覆われていたと思われる。ただし、商用樹林を形成する樹木種のうちには、落葉紅葉樹もある。また、 モミツガイヌマキ、ナギなどのラシ植物も混入することが珍しくない。1982年の環境庁発表によると、日本列島の醤油樹林は森林面積の0.6%に過ぎず、ほぼ全滅状態に至った。なお、大西洋周辺では、醤油樹林はラウリシルバ、クスノキ類の森の井と呼ばれるが、氷河の影響でヨーロッパから後退し、マデーラ島、 アゾレス諸島、カナリア諸島など、マカロネシア島植、アトラト山脈北領、モロッコ、アルジェリアにわずかに残るに過ぎない。最大の商用樹林地帯は、領の商用樹林、宮崎県綾町で、2012年、ユネスコの生物圏保護区、ユネスコエコパークに指定された。商用樹林の特徴として、杉林島の新葉樹林よりも酸性雨に強いこと。 林内の湿度が高く、落葉機が集中しないため、山火事に耐性があること、新葉樹などと比べ比較的根が深いため、水源管葉林とて適性が高いなどの利点を挙げることができる。商葉樹林は人間が利用のために伐採など人為的格乱をすると落葉公葉樹林に遷移してしまう場合もある。また現在は開発やぎ。 ヒノキなど針葉樹の植林などによる人工林への置き換えによくその大部分が失われてしまっており、まとまった面積のものはほとんどない。以上のような事情もあり、現在では、社寺林として残っているものが大半である。こうした、商葉樹林社層の中でも香川県琴平の琴平宮の社寺林は、面積が広いことで知られている。 また、日本海側の海岸地帯ではタブノキを主要樹種とした、商用樹林の車窓が点在するが、これは、津島暖流と多節という、この地域の自然環境の影響である。なお、車窓を構成する樹種として、クスノキが目立つが、クスノキは本来日本列島に自生していたか判然と、せず、東アジア大陸部を原産とする、フミゼン気化植物の可能性が高い。 明治時代の神社合祀に対して、博物学者の港熊楠が反対運動を行ったのは、合祀により、車窓を持つ神社の統廃合が進み、商用樹林が減少することに危惧を覚えたためで、あるとも言われる。西日本の管理の行き届かない松林などでは、市などからなる商用樹林が徐々に再生しつつある。これは、自然の成り行きであるが、 白車清少のイメージを形成し、松原と呼ばれることの多い西日本の海岸防風林、防砂林では最極層化の圧力が景観を損ねるものとして、これを人為的に阻害しようとする努力が試みられている。ただし、東日本大震災後は、商用樹林の防潮林としての再評価も活発になっている。他方、 多くの山林で、商用樹林への最極層化専用元来外来種で、ある妄想地区の異常繁茂が阻害してを、こうした竹貝が問題になっている。根の浅い竹林は、地滑りなどを誘発し、山間地公廃の面からも深刻である。また、落葉広葉樹である水ならの高に、老樹の下肢の長き食い虫侵入よる腰なら枯れによって、放置状態では、 上緑広葉樹への更新が考えられる一方、その名の通り、菓子の長き食い虫は、常用樹林を構成する、常緑樹、菓子類などの体系機にも侵入している。なお、常用樹林への最極層化繊維層機の虹林に、特徴的に現れる、上緑樹種の代表としては、木製化のネズミ餅が挙げられ、このほか、クスノキ科の犬菓子、バリバリの木、 ヤブ日系などもこうした性格の樹林に発生しやすい。植物社会学における植生の区分では、ヤブツバキクラスと呼ばれる。構成樹種として重要なものはシー、カシ類である。他に、高木層を構成する常緑樹としては、クスの木かのタブの木、カゴの木、シロダモ、ホルトの木かのホルトの木、キ科の木かのキ、クの木、クロガネモチ、タラヨウ、ナナミの木。 椿科の椿、サザンか、木国、木蓮科のオガタマの木、山マモモかの山マモモ、マンサクかの椅子の木、ユズリハかのユズリハ、シキミかのしきみ、スイカズラ科のサンゴジュ、ハイノキ科のカンザブローの木やクロバイ、バラ科のバクチの木やリンボク、脱植物である松科のモミヤ、ツガ、マキ科のイヌマキやナギ、ただしナギは少なくとも一部地域では、イニュウシュ、イチイカのカヤ等があり、その他。 多くの落葉紅葉樹も含む多様な樹木が出現する。高木層の種数は同じ温帯に分布する落葉樹林よりも多い。これらの樹木は樹幹が傘のように丸く盛り上がるのも特徴の一つである。本州南部以南では森林内に低下かズラ、微南カズラなどのる植物も多い。一方、林間が密であり森林内は落葉樹林と比較して 暗くなるので、幼樹や高校生植物は定着が困難である。このため臨床に適応する種子植物は限られる。そうした中、オオカグマ、豆ズタなどのシダ植物の繁モは特筆すべきで、特に谷間では多数の種が出現する。低木層、層本層の種子植物では、ヤブコウジや万両、ンカ植物などの植生も特徴的だが、これらは、 近年の園芸ブームにより各地で洞窟が相次いでいる。商用樹林文化論は植物学者の中尾佐助、文化人類学者の佐々木孔明らによって提唱された概念で様々なバリアントを持つが、その骨子は雲南、チベットから河南、超交流域、台湾を経て日本の南西部に広がる商用樹林帯に共通の文化要素が多くあり、 これらが共通の起源を持つのではないかという仮説である。その議論の中で、中尾は稲作文化を、雑穀文化、サバンナ農耕文化の一部とし、商用樹林地域の農耕文化は、マレー半島で発生した、首、里ガ長芋農耕文化の上に、ニジェール川流域で発生し伝播した先のインドで、異色栽培と新種の稲を得て、東アジアに浸透した。 雑穀文化が乗ったものではないかと論じた。また佐々木はこの地域が穀物における餅製品種や焼き綿農業、漆器製作などの文化要素を共有していると指摘した。この説は一時ジャーナリズムでも盛んに取り上げられ、一時は大きな影響力を持った。しかし考古学、歴史学、植物学などからの反論も多く、 特に2000年代に入ってから栄養生殖による栽培植物から発生したという説を唱える稲研究の千橋博史により中尾の稲作起源論は厳しく批判され議論となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。